ダイヤモンドアート新しい作品の準備をするって、なんかビーズが、ビーズの袋破れちゃってるじゃん。なんかビーズボロボロって落ちたなと思ったんだよね。はい、気を取り直してビーズを集めます。集めます。はい、じゃあね、このこぼしたビーズからやっていきたいと思います。この色のビーズは袋がたくさんあってビーズの数多かったので、まずは1回トレイに全部取り出しました。あの1個とか2個だったらいいんだけどね、ちょっと数が多かったんでやります。はい、でこれ168っていう色なんだけど、168のところにね入れていきますよーと。またビーズこぼれてるし、このビーズちょっとあれかな、反抗期なのかな。はい、入れます。入れます。こぼしたのも入れます。はい、できた。まだあった。はい、でこんな感じでね、ビーズケースに入れていきます。今回はもう手元にあるビーズを見て、一回こぼしてんな、あのその色番号にビーズを詰め詰めするようにしました。今回これはね、世界地図の柄のねビーズです。45種類ぐらいあったかな。結構多かったですけど、くすみ系の色も多いんだけど、なんかやたらこう派手な感じのビーズもあって、ちょっと出来上がりが楽しみです。はい、出来上がりました。びっしり詰まってるビーズ見るのね、私結構好きです。この感じ大好き。さあ、次の作品楽しみます。